シェアクリステルがそのエネルギーを集積して、エネルギーが多いほど輝いてるのよ。その力で国の運営を安定させているんだけど。シェアエネルギーは何でもできる万能な力ってわけじゃねえ。むしろ扱いにくい。国の象徴的な意味合いが強いんだ。シェアクリスタルが輝いてるほど国のみんなが安心して暮らせてるってことだな。盗むのはやっぱり難しいんだね。硬くて大きくて重いクリスタル、いつか絶対に破壊してみせます。って、あれ、私たちの任務ってかなり難しいこと？攻め込むことに意味がありますわ。修練を重ねた末に出したハイスコアに傷がついたら落ち込みますわよね。そういうことですわ。バカ言うな。私一人でもハニパ流の力を見せられた。しかし4人全員が揃っていれば怖いものなしだな。私たちは平気だったから、むしろ私もホムラちゃんも妙に馴染んじゃってたかも。心配は無用でしたね。アスカさんとホムラさんなら必ずやり遂げられると信じていましたが、安心しました。イースンに小言言われそう。やっぱりもうちょっとゆっくりしていかない？何か手伝えることがあるかもしれないわ。そうだったとしてもネプテューヌは手伝わないだろう。戻るぞ。君たち不思議だね。仲間同士ですぐ言い合って喧嘩して。そっか、これが仲間なんだ。この私が仕掛けたスチームレギオンの宣伝活動は上々でございます。定食相談の申し込みが止まりません。そこに広告を出すだけで軍資金も集まり一石二鳥。笑いが止まりませんな。ですが私たちは進まなければいけません。予定通り始めましょう。ああ、始めよう。ミーたち、次。いえ、これは続きです。